皆さんこんにちは、水木です。今日はですね、私の、親戚のね、おばあちゃんにちょっとインタビューをしたいなと思ってます。おばあちゃん、おばあちゃんは、おばあちゃんが生まれた頃と今と、今の時代と生まれた頃と全然違うのはどんなところですか？忘れちゃった。そうですか。おばあちゃんの若い頃はパソコンとか携帯電話はありましたか？ない、じゃあなんか友達と遊ぶ時に約束とかはどうやってしてたの？友達と遊ばない。遊べない。遊ばないの？水木。え？遊べない。足。何？おばあちゃん、子供の頃は約束しないで友達と遊ばなかった？遊ばない。なんでだよ。遊んでたじゃない。遊ばない。じゃあ、合いびきはどうしたの？合いびきは。合いびきなんて絶対しない。合いびきしなかったら、あれじゃない、おじいさんと結婚できないじゃん。おじいさんと結婚はちゃんと、あれだよ。なんで？おじいちゃんの方の知り合いが、こっちの知り合いと話し合いをして、その状況を聞かされて、オッケーとなったんです。そういうことですか。なるほどですね。はい、わかりました。というわけでね、おばあちゃんへのインタビュー、これで終わります。はい。この動画がもし面白かったら、高評価、グッドボタン、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。おばあちゃんもチャンネル登録、よろしくお願いします。なんでチャンネル登録ってなんで？言ってチャンネル登録、よろしくお願いしますって。あれ？言ってチャンネル登録、よろしくお願いします。でも、はい、足の爪。え？足の爪。はい。足の爪。はい、足の爪ね、はい。足の爪何？おじいちゃんの？はい。さよなら。はい、さよなら。